はい、どいてください。どうも、今日よろしくお願いします。おはようございます。さあ、それでは演出がすごい。皆さん、今日は本当に平日の朝にもかかわらず、一応これ出陣式というんですかね、出陣式前、出発式お集まりいただきまして本当にありがとうございます。ついに17日間の選挙の始まりの日を迎えました。もうなんかこう、あ、ついにここまで来たなって。やっと、オープンな当選者が国政に参画できる日が、もう成功したら一緒に立って、はい、やってきました。それだけで感無量になります。まで取っておきますから。また黒くなってる。本当に21世紀になって、あ、やっと日本もこういう時代を迎えれるようになったって本当に嬉しく思ってます。今回選挙すごく大事な選挙だと思ってます。それはこれからの私たちの未来がかかってますし、次の世代の子たちの未来もかかってる。今後の日本の形が決まっていく、もしもし、そんな選挙ではないかなと思います。まあ、今回争点は確かに年金と言われてますけど、今回私が訴えている争点は、はいはい、一色の美しい国がいいのか、はい、それとも多様な色がある、はい、そんな虹の社会がいいのか、はいはいはい、どうも。日本を多様性のある、誰もが否定されない、ありのままの自分で生きられる、そんな国に変えていきたい。今日はその本当にスタートの日だと思っています。はい、します。私はですね、本当にさっき前田さんおっしゃったように、組織がありません。他の候補はかなりいろんな組織があって組織を回ってますけれども、組織がない中で十何万票という大きなことをやらなければいけない。でも今こうして日本を変わってほしいと思っているマイノリティの人ってたくさんいると思うんですね。その人たちと手をつなぐことができれば、きっとこの日本は変わると思う、変えられると思います。多分この参議院選挙、私にとっては1回のチャンスだと思います。というのも、まあ民主党っていうのは、まあ参議院比例っていうのは3年ごとに完全に入れ替えをしますから、私にとっては最初で最後のチャンスになると思います。そういう意味では今回のワンチャンスに私は自分の政治生命をかけています。そして自分の本当に全身全霊をかけて、誰もが否定されない、そんな生き方、同性愛という生き方、セクシュアルマイノリティの生き方は全くとして否定されるものでもなければ、後ろ指を刺されるものでもなければ、隠さなければいけないものでもない。私たちはこの社会で共に生きていて、胸を張って生きることができる。私たちは決して恥ずかしい存在なんかじゃない。それを私は全身全霊をかけて多くの方に日本全国で伝えていきたいと思います。ただ私一人の力では限界がありますから、ぜひ皆さん今回私に力を貸してください。そして私たちには変える力があることをぜひ信じてください。私たちはともすれば無力な存在として、ついついそういうことで落ち込みがちになりますけど、そうじゃなくて、私たちには
この社会を変える力がある。それを決して疑わないでください。ぜひ今回17日後には結果が決まります。いや皆さんと一緒に日本で初めてのオープンな同性愛者の国会議員をぜひ皆さんの力で誕生させていただきたい。私も17日間精一杯頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。